次の表彰に移ります表彰団体はソフィアオリンピック・パラリンピック学生プロジェクト・ Go、Beyond 皆様盛大な拍手をお願いいたします<手>総合グローバル学科・新4年生野原眞子様 教育学科新4年生青木芽衣様、登壇をお願いいたします。表彰状2020年度第1回上智学院教皇フランシスコ大学記念表彰ソフィアオリンピック・パラリンピック学生プロジェクト Go Beyond t 以下同文です。おめでとうございます。 皆さんこんこにちはソフィアオリンピック・パラリンピック学生プロジェクト GoBeyond の共同代表を務めております野原真子と申します。 この度はこのような名誉ある賞に選考していただき誠にありがとうございます。私たち Go Beyond はオリンピック・パラリンピックを一つのきっかけとして誰もが輝く共生社会の実現に向け学生ならではの視点を生かした活動を行っている団体です。教皇フランシスコは2016年のリオ大会直後に開催された国際会議で多様性を受け入れさまざまな人をつなぐ スポーツの重要性についいてて語られていました私自身もこのゴー b e y o での活動を通して障害の有無にかかわらずさまざまな違いを認め合うパラリンピックの世界に感銘を受けた一人でもあります。昨年開催される予定であった東京大会は新型コロナウイルスの影響で延期となりまた現在も夏開催に向けてさまざまな議論が なされている時ではございますが私たちゴービオンドはオリンピック・パラリンピックの価値そしてこの大会を通じて社会にどういうことが伝えられるのかというのを常に考えながら活動を続けていきたいと思っておりますコロナ禍で人と人そして国と国との分断が進む中だからこそ私たちはこの教育本学の教育精神である他者のために他者と共にという精神を胸に 他者に寄り添った形で、そして多様な人。多様な人をつなぐ機会をオリンピック、パラリンピックを通じて作っていきたいそう考えております。この度はこのような名誉ある賞に先行していただきありがとうございました。